公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会は日本のインダストリアルデザイナーによる職能団体。英名は Japan Industrial Design Association で略称は辞打本部事務局は東京都港区に所在する。インダストリアルデザインに関する普及啓発及び調査、研究等を行うことにより、インダストリアルデザインの向上を図り、 もって生活文化の向上及び産業の健全な発展に寄与することを目的としている。1952年に設立され、設立時のメンバーは25名であった。1969年に社団法人化。公益法人制度改革に伴い、2012年8月1日に公益社団法人となった。さらに2021年4月1日に、 公益社団法人日本インダストリアルデザイナー協会から公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会として協会の名称を変更した。会員資格は正会員と巡回員からなり、正会員はインダストリアルデザインに関し5年以上の実務経験者、巡回員は5年未満の実務経験者でいずれもインダストリアルデザインに関わる業務についている。 ことが要件とされている。また、入会に際しては、入会済み会員の推薦が必要である。国際団体である、国際工業デザイン団体協議会の国際会議を1973年と1989年の2回、日本国内で開催した、ジダデザインミュージアム1号館妊娠終身長。ありがとうございます。